こんにちは、佐々木です。本日は、ラクマ。増税後の販売手数料がわかりません。増税後の販売手数料を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画はですね、ラクマの増税後の販売手数料ですね。それをですね、簡潔にぜひ説明させていただきます。はい。こちらですね。はい。これですね。重要増税に伴う販売手数料の改定の知らせ。ここはね、ぜひ見ていただくとわかります。これはですね、ラクマのお知らせから確認できますので、ぜひね、確認していただければいいかと思います。はい。で、これを見ていただいてです、ここですね、注目はここですね。3.5%。これどういうことができますか？ここですね。ここを見ていただくとわかるんですけど、0.3、これですね。ここが増えてます。なので、それだけなんですよね。はい。で、計算大まかにしてありまして、ここを見ていただくとわかるんですよね。はい。なので、ぜひね、そこまで、手数料は合っていないので、そんなに減ることはないかと思います。はい。ぜひね、こちらの方でしっかり確認していただければね、いいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube から一切受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。